はい、今回はですね、ニンニクを世界一美味しくいただくための料理ということで、シュクメルリ鍋というものになっております。松屋の期間限定ですね。しかし雪やばかったですね。松屋さんに来るのもやっとでした。さあ、ジョージアの伝統料理でニンニクを世界一美味しく食べるための料理だとか、シュクメルリ鍋定食ですね。もちろん日本風にちょっとアレンジしてるみたいですけどね。柔らかな、ね、鶏肉をニンニクの効いたホワイトソースとたっぷりのチーズで煮込んでいる料理でございます。まあ、玉ねぎとかさつまいもも入ってますね。しかしめちゃめちゃ熱そう。グツグツして、さあここに大きなさつまいもがねゴロゴロ入ってるんですよ。これがねなかなかホクホクで美味しいです。チーズと相性抜群でございます。そして柔らかく煮込まれた鶏肉ですね。これもねとろけるチーズとのね相性がまたたまりませんね。むちゃくちゃ熱いのでやけどしないようにしてください。水用意しといた方がいいですよ。ホワイトソースでねちょっと甘めなので唐辛子でアクセント加えるのもありかと思いますよ。ずっと煮立ってるな。そしてねこれ口に入れるとねニンニクガツッと効いてます。もうすりおろしニンニクドバッと入れたんじゃないかっていうぐらいのね感じのニンニク感があります。ご飯がねめちゃめちゃ進みますね。大盛り無料、まあ、特盛り無料っていうかまあおかわり無料なのでいくらでも食べれます。限界まで食べましょう。まあ、つけてリゾット風にして食べてもめっちゃうまでございます。期間限定なのでどうぞ早めに食べてみてください。これはね美味しいですよ。今回の動画はここで終わります。ありがとうございました。